6月4日金曜日の東京株式市場午前の取引が終了しました。昨日のニューヨーク市場が長期金利の上昇を警戒する形で、マイナスでの終わりとなったことを受けまして、東京も朝方は売り物優勢で始まりました。日経平均も一時は300円近い下げになりました。9時34分 28,764 円というところまで下げましたが、あと押し目買いが入って、下げ幅を縮小する形で全引けとなりました。日経平均全引けは141円22銭安い 28,916 円89銭となっています。トピックスもマイナスです。 4.13 ポイントマイナス 1954.57。 JPX 日経インデックス400も 51.15 ポイント値下がりして 17,651.12 という終わりになっています。アメリカのマーケットが好調な雇用の数字を見て、長期金利が上昇するというそんなような状況になっていますので、今晩予定されていますアメリカのですね、5月の雇用統計の数字が改めて注目されるという状況になりまして、東京市場もどちらかといいますと買い手控え、昨日日経平均が2万9000円台に乗せた、その反動利食いといったものもあるのかもしれませんが、総じて買い見送り気分の強い、ですから売り物がやや優勢という状況になっています。東証一部の売買代金も1兆1477億円と低調というほどではないんですけれども、ややまあ手控えムードの強い状況、エネルギー状況ということになっています。ただ指数はマイナスですが、東証一部の値上がり銘柄数1000とびとびに、値下がり銘柄が1055、やや値下がり多いんですが、ともに拮抗した状態ということで、売られる銘柄、買われる銘柄、交錯しているような状況と言っていいかと思います。主力株の中で売買代金のトップとなったのがレーザーテックです。23,490円、480円高と、10日連続高という異彩な動きになっています。この10日間のうち直近の5日間は揃って上場来高値更新というそういう動きになっています。時価総額が2兆2000億円台という、比較的小粒な銘柄です。東証一部の時価総額ランキングですと69位という位置なんですけれども、日経平均にも採用されていません。ただ半導体、特に先端半導体の欠陥検査装置で圧倒的なシェアを持つというその居所が改めて半導体業界の活況を背景に見直されているという、人気の背景はそんなところにあるかと思います。また日経平均に採用されていないことがまた上昇につながっているという見方も一方ではあります。さらに主力株ではトヨタ7203も今日は続伸と、5日続伸となりました。一時は9966円、1万円にあと34円というところまで迫る場面がありました。主力どころの銘柄、プラスマイナス交錯した状態ですが、総じて底堅い前場となりました。以上、アローズスタジオから6月4日午前の相場概況をお送りいたしました。